そこに君がいなかったこと、そこに僕がいなかったこと、こんな当然を思うだけで今がこれほど。
の夜にもぼやけ帰った。体だけが確か。おはよう、これから頭いこの続き見慣れた知らない景色の中で改めましてバンプオブチキンバンドです。よろしくお願いします。今日は SMC OBOG ライブということで、ステージから見える方々の顔はほとんどもう知ってる方ということで、すごくその気持ちいい状態です。申し遅れました、ロッキーの高田優と申します。
中にいるの3年ぶりになりますね。同じ MC を聞いた気がする。そう、今日はこういうみんなでこう集まってワイワイ交流するっていうライブなんですけど、まあなんかライブっていうのを考えると、ライブっていろんな形があるじゃないですか。まあ、例えばもうがっつりプロの人がやるワンマンライブとか、まあ外でやる対バンのライブもあれば、こういうサークルの人たちが集まって楽しくライブするっていう、でまあいろんな形があるにせよ、もうその全部のライブに共通していることは、こうやってステージに立っている演者が演奏をすることで、この客席にいる人たちにやっぱり何らかの影響を与えることができるっていう、その力はすごく強いものだと僕は思っていて、で、まあそういうふうに思ってみると、こうして今現在ここで客席にいる方々っていうのは、普段僕がお世話になっている方だったりとか、ライブ見に来てくれたりとか、まあとにかく普段から感謝している方々が多いっていうことを考えると、ここに立たせてもらってそうやってライブしてるっていうこの時間は聞いてる？聞いてる？これね、そう、ちょっと今日真面目に喋ろうと思って、バカな話は打ち上げでいっぱいできるんで、今あと20秒ぐらいで終わるから許して。まあ何が言いたいかというと、本当にそう、皆さんの前でこうして演奏できてるというのはすごくありがたい時間なので、この20分間フルに使って本気で演奏しようと思いますので、皆さんもどうぞ、好きに楽しんでくれたらと思います。よろしくお願いします。こちらこそ。手を自分ごとポケットに隠した、バスが来るまでの間のおまけみたいな時間、街が立てる生活の音に一人にされたガムと二人になろう、君の苦手だった味ダメだよと言いようと往復する信号機、止まったり動いたり同じようにしていても、他人同士元気でいるかな、この瞬間にどんな顔をしていただろう、一体どんな言葉をいくつ見つけただろう、ああ君がここにいたら、君がここにいたら話がしたい。
のなんだかんだとかこれからがどうとか心からどうでもいいんだ。そんなことはいやどうでもってそりゃ言い過ぎかも。いや言い過ぎだけどそう言ってやりたいんだ。大丈夫わかってる。ガムを紙にペッてしてバスが止まりドアが開く。ありがとうございます。じゃあ簡単にメンバー紹介します。オンドラムス入山理沙、SMC の守護神みたいな感じになってベース石田修一、すいません、はい、オンギター農場大輝、今晩 の最年少の中期ですね。彼に会いたかったら新宿の高島へ。8期可愛い見た目で勘違いして9期とか言っちゃったけど8期でした。じゃあ次で最後の曲になります。